センターにガーゴイルを考慮して3点いけますか。じゃあ7ですね。でターンエンドです。はい、どうぞ。ドローでチャージ&ドローでテイルソープドローのセンターに考慮。はい、で9000、6000。9戦強いな。はい、なるほど。これで破壊するとゲージが増えるっていう効果。はい、さあ、なるほど。ちょっと待って、まだ分かんないよ。はい、破壊されました。はい、はい、でゲージが増える。ポイズン効果で増えた。はい、で1点は受けます。9、終わりですね。はい、ドローします。ドロー。チャージ&ドロー。武器を引いた。ゲージ1払って武器を装備。ちょっと逆になってる。闇紬を装備しました。ゴール。6000か。6000硬いね、結構。じゃあ連携で8000、連携でアタックです。9000、防御力6000、はい、6000か、で3点でファイターにアタックを防がれた。じゃあ8に回復して防ぐと。じゃあ終わりです。はい、カードがね、カードだよ、カードが。じゃあせー優勝が来たがるチャージ&ドロー。優勝も、もういいのは3900円とか、やっぱり持ってるのが高く入れないから。ドラムでドラム、はい、ダソールを入れて。ドラム強いね。これでソールで守れると。はい、で、はい、まだ武器を引いてないよ。はい、アタック。ファイターでいいですか。はい、はい、じゃあ行きます。8、3点受けよう。5になりました。終わりですかね。はい、じゃあスタンド&ドロー。チャージ&ドロー。あれ原さんいいんじゃないんですか。今デンジャーでやってます。じゃあ1ゲージ払って支柱数、ライフが5以下で1ゲージ払うと2枚引ける。スーパー強いガード。ああ、それにエースがいればいいのに。よし、ガルパンが怖いからこれ使おう。これはゲージを1枚破棄させて、俺のゲージが1増えるという感じです。バナナプーンが。さらにこれ武器を装備しているならプラス4する。なので9になりました。それでドロップゾーンに。ドロップゾーンにないよね。ないんだ。血流呼吸があると3になっちゃうんだけど、1枚やると1個減る。さらにバリエルフヘルプ、3ゲージ払って2ドローするから。どんだけゲージ使うんですか。引くことが大事なんですよ、カードゲームは。もったいなくないですか、逆にゲージが減る。もったいだから今増やしたんだよ。じゃあアタックフェーズ。はい、5000か。連携を2回、ここでアタックして連携するしかないね。じゃあここでアタック。それで貫通持ってればよかったですね。持ってない。じゃあ連携の6000でアタック、はい、よし、ドラムやっつけた。終わりです。はい、ドロー。ちょっとできますよね。チャージ&ドロー。タスク君対タスク君で、これは何だ。移動持ちか。ゲージを進化。おお、進化。これが移動貫通ソウルガード。これ結構強いんだよ。
武器はまだ持ってない。はい、武器持ってるとどうなんですか。移動して武器でも攻撃できるよね。アタック4点。じゃあこっちからアタックね。ちょっと待ってね、はい、その3点はあでももらってもいいのかな。もらおう。6で次1点。ファイターでいいの。はい、5。また5になったぞ。ドロー、チャージ&ドロー。お、またいいカードを引いた。支柱担ぐ。1ゲージ払って2枚引く。1枚2枚。私知りませんよ、ゲージなくなっても。大丈夫大丈夫だ、問題ないです。じゃあ装甲再利用、ドロップゾーンのアーマーナイトキルベロスを手札に加えます。キルベロスエースですね。でちょっと動いてみるね。はい、5以下なのでこれをソウルに入れることができます。エースは入れるとこの武器は破壊されなくなります。おお、それだけです。さらにコール、さらにライフ5以下なのでこれをソウル、武器のソウルに入れます。そうするとこれが貫通になります。それでさらに1ゲージ払って、ゲージ使いすぎだ。名前を解けるからです。ゲージのこれもソウルに入れると、いやソウルに入れるんじゃなくて打撃力は5になります。5の貫通になります。マジか、昨日と同じじゃん。えでそれって、うん、攻撃力は上がりますか。じゃあこれで5の貫通の武器でアタック。あ、連携しなきゃいけないな、3000しかないから連携でアタックです。でソウルガードするけど5ダメージ取るね。あ、勉強しましたね。終わりです。はい、ただ俺も5しかないから危ないよ。あれが来たら一発でチーンですか。ちょっと動くプレイングにしてみた動画撮ってるから。来たー回復。はい、これはターン2だけなんだね。でもその代わりターン1じゃないので、でもやっぱドラゴンの破壊、破壊した。はい、こいつは何をするやつで、貫通とソウルガードでソウルに入れる。うん、はい、でもまだ3点だよね。はい、3、1で4、はい、拳を含むカードを装備しているのはこれ置き換える必要はなかった気がするね。まずこいつドラムでやった。じゃあ3点は過ぎたいです。じゃあ1点。1点もファイターでいいですか。はい、4。じゃあスタンド。でも次貫通5点待ってるよ。やべ。あ、でも移動できないんじゃないこれ。大丈夫、移動できない。チャージ&ドロー。じゃあ1ゲージ払ってコール。これがあるから。コール、こっちね。じゃあアタックフェーズ。じゃあそれで、あれすればいいんじゃないですかなんだっけ。あ、もう一回やればこれ打撃7になるんだけどね。あ、マジか。ラキエロ一発でチーン。でもまあ、今ライフ5だもんね。5で十分だから。はい、じゃあ守備力2000でしょ。じゃあらば、あーでもな、パワーアップするカードを持ってるかもしれない。連携して8000で貫通5点。貫通でセンターにモンスターがいないと使えないんだ。いるから使えないから5ダメージ入ってこっちの勝ちですね。ありがとうございました。はい、最初でじゃんけんほい、先行オープンザフラッグ。さあ、チャージアンドドローから。お、チャージアンドドロー。1ゲージ払い。アーマーナイトキルベロス。3点から。じゃあ、1ゲージ。7。エンド。ほんとこれ、早いよ、このデッキ。この速さについていけるかっていう気ですか。そういう気だよ。あ、でもそっちも早いんだよね。打撃3が多いじゃん。そうですかね。ゲージ2使って、はい、2使ってバリコール。こういう、まあ、このカードが登場したという最初に、うん、あーやべー強い、それは強いな。それでレフト、ライレフト、フェードリングロー、さらにライフ1使ってわけん、そういうことです。やべえ、何点受けるんだ俺。5点です、5点、はい、2点受ける、8、1点獲得、7、2点、5、イエーイ。だから5になったらこっちもチャンスがある。ドロー、こっちにはチャンスがあると思ったけど嘘だった。
チャージ&ドロー。引きが弱い。引けない。引けない。チャンスがあると思ったけど引けない。紫のあの剣探しですか。うん。弱い。コール。コール。コール。何これ。え、エースか。これもエースなの。うん、ああイーグルがエースになった。うわ。5000ここ。あ、移動する？セーブ。移動します。はい。で、まあ5000ここ。まあ移動してもやっつけるつもりだったんだけど、ここ。はい。で、3点。うう、痛い。4。終わりです。ただちょっとやばいな。ドロ。ライフ5になったはいいのに、いいカード引かなかった。チャージ&ドロー。ゲージ2使います。はい。で、私のライフ5以下なんてドラゴジーニアス。うん、これ強い。すごい強い。こっち行こうってね、来た。それで、さらにブレ、はいはい、あ、できないんだ、できないんだね。なんでもないです、今なんでもないです。あ、ゲージないんだね、分かった分かった。あ、打点が、でも、あ、まだ耐えそうかな。まだ生きてるかな。まだ生きてるっぽいね。じゃあ、5000。はい。1点確実。で、センターでいいんですか。はい。4。2点。2。残り2です。スタンドドロー。引けないな、チャージ&ドロー。あ、やっと引いた。1ゲージ、支柱活路、2枚でも1、2で引けない。さらに、1ゲージ払って武器を装備で、武器を装備してるなら4回復。うわ6、血流呼吸ないです、ね、ないです。4ですね。うわ、強い。え、強いね、これ。え、嘘、え、残り4でしょ。残り4です。勝ったんじゃないかな。3。ちょ、ああ無理だ。ええー、死んだ。ああ死んだ。ああ1でしょ。じゃあもう一回3。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。